はい、皆さんこんにちは。今日は、実務家講演会ということで、実務修習について、2時間程度お時間いただいてお話しさせていただきます。大島不動産鑑定の大島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。内容としてはですね、実務修習が、どういったことをしていくのか、何でしょう、詳しくはまだ知らないけれどもっていう方も多いかもしれませんけれども、具体的に、どういうことを、1年間かけて、場合によっては2年間かけて、していかないといけないのか、できるだけ具体的なお話をしていきたいと思います。でその上で、ちょっとノウハウ的なことね書いてますけれども、実際始めた時にこういうところを気をつけた方がいいですよというところもありますので、その辺も含めてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、そしたら使うのは、このレジュメがあると思いますので、こちら見てもらえますか。はい、そしたら、目次、簡単な目次みたいなものをつけてますけれども、そこちょっと見てください。今日やる内容を、改めて少しお話したいと思います。はい、まず最初に、一番目ですけど、実務修習の概要ということで、ざっくりと全体像をさっきね、掴んでいただこうと思います。でその上で、具体的に、実務修習の内容ということで、1番不動産の鑑定評価の実務に関する講義、それから2番基本演習、3番実地演習、4番修了講座と、後で詳しくは説明しますけれども、実務修習でする内容っていうのはもう4つに分けてイメージしてくださったらいいと思います。1番目が講義で、それから基本演習、それから3番目のこの実地演習っていうのが、一番大変な内容になってきます。課題を提出するっていうやつですね。でこれを置いて最後修了講座という流れになりますね。また詳しくは後でお話したいと思います。それから、3番目、この辺は気になるところだと思いますけれども、実際の修了講座最後の試験なんですけど、これでどれぐらい受けてどれぐらい合格して、合格率どれぐらいあるのかと、こういったところも一緒に見ていきたいと思います。で、こういった実務修習を、試験合格後はしていく必要があるわけなんですけれども、実地演習どこで申し込んで、どこに申し込んでそれを指導を受けるのか、どういう手続きが必要か、選ぶときに、どういうふうに選んだらいいのかというところもお話をしていきたいと思います。これが4番目ですね。であと時間があればですけど、うちの大島不動産鑑定で実務修習の受け入れをしていますので、少し紹介する時間があれば少し紹介させてもらいたいと思います。はい、で、質疑応答という感じで進めさせていただきますね。はい、そしたら、次2ページ見てください。まず1番目、実務修習の概要ということで、まずちょっと前提の前置きみたいな話になりますけれども、少し一緒に見ていきましょう。まず位置づけなんですけれども、不動産の鑑定評価に関する法律、これ行政法規で勉強したと思いますけれども、そこで実務修習出てきたと思いますね。ちょっと思い出してください。こういうこと書いてありました。14条の2ということで、実務修習は不動産鑑定試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を習得させるため、48条の規定による届出をした社団または財団、その他の国土交通大臣の登録を受けた者、これをまず実務修習機関といいますが行うと。別に難しいこと書いてるわけじゃなくて、合格後、鑑定士になるためにはこの実務修習機関というところで実務修習を受ける必要があるということなんですね。で、この実務修習機関っていうのはどこなのかっていうと、これ日本で一つしかなくて、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会、
これがいわゆる教会、教会って言ったりとか連合会っていうふうに言ったりもしますけれども、まあ、あの全国規模の業界団体です。でここが唯一実務収集機関として国交省の登録を受けているので、ここも例外なく鑑定士になるためにはここに申し込みをして、実務収集を受ける必要があるというふうになってきます。でちなみに業界の話ですけれども、あの業界団体っていうと、まあ、全国規模のものがこの日本不動産鑑定士協会連合会になります。であとそれだけかっていうと、都道府県ごとにね鑑定士協会っていうのがあります。例えば東京であれば公益社団法人ですけど、東京都不動産鑑定士協会で、これ東京都だけですね。で大阪であれば大阪府不動産鑑定士協会と、で各都道府県ごとに全部あります。で、まあ、公益社団法人になっているところが多いけれども、一部で一般社団法人もあると思います。でその、まあ、それを束ねているというと変ですけれども、日本不動産鑑定士協会連合会だから連合会っていうんですけどね、連合会が上にあると、でここがやっているという、こういう認識でしてください。だから実際に将来不動産鑑定士にあって、例えばどこどこで開業するっていうふうになった場合は、協会に2つ入会するっていうのが、まあ、基本的なパターンです。例えば東京都で独立開業するってなったら、東京都不動産鑑定士協会と日本不動産鑑定士協会連合会の2つの協会に入会申請をして入っていくみたいな、そんな感じにはなっていくと思います。はい、まあ、ちょっと余談ですけれども、この連合会、まあ、協会と言いましょう、協会が日本で唯一の実務収集機関として登録しているので、ここへ申し込みをします。実務収集の目的ですね、実務収集は試験に合格した者に対して鑑定士となるのに必要な技能及び高等な専門的応用能力を習得させるために行われると。だから、実務的な力をつけてくださいと、実務的な力をつけるために実務収集を受けてくださいということですね。はい、で次ですね、実務収集の受講、今日お話いろいろしますけれども、この受講についての詳細は公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会協会です。協会のホームページで見ることができますので、必ず申し込みの前には、まあ、見ないと申し込みできないんですけれども、目を通すようにしておいてください。まあ、このアドレスでもいいし、もう普通に検索したらすぐ出てきますので、そこで、受講申請案内書というのがありますので、今だったら第17回実務収集受講申請案内書というのがありますから、まあ、これを入手して、で一度目を通すようにはしてください。はい、で、試験合格後ですね、申し込みの期間に申し込みをしないといけないです。で、括弧してみなし履修を申請しない場合というふうに書いてます。で、今日お話しする内容はすべてみなし履修を申請しない場合に該当します。で、みなし申請っていうのは何かっていうと、実際鑑定業者に今お勤めの方で、で物件の調査をいろいろしているとか鑑定業界の補助をしていると、で実際、その会社が発行している鑑定評価書の作成に、まあ、補助でね携わっている人は一部免除される場合もあります。まあ、いろいろ要件がすごい細かいんですけれども、おそらくほとんどの人がそうではないとは思いますので、履修しない前提今日お話しますが、ひょっとしたら自分は該当するんじゃないかなっていう人がいれば、この申請案内書にね詳しく書いてますので確認して、そしたら一部免除になる場合もありますからね、確認必ずしてください。じゃあ、話戻しますね。申し込みの期間です。令和4年9月20日から令和4年11月10日。なので、申し込みの期間はもう始まっています。で、試験の合格発表が、まあ、10月の、まあ、後半ぐらいになってきますよね。で、11月の10日までに申し込みをしないといけないので、すごく期間がタイトなんですね。なので今合格発表までお時間あると思いますので、実務収集のことをもうすでにねいろいろと調べたり始めていく方がいいと思います。
すごくバタバタして、で10日までの間に実務修習期間をどこにするかとか、あるいは就職をする人はこの間で就職の活動をするとか、いろんなことをしないといけなくなりますので、合格発表後に動き出しているようでは少し遅くなると思いますので、できるだけ早めにですね、動いておくのがいいかと思います。まあ、本当はもっと伸ばしてあげたいんですけど、どうも協会はそういうところはあまり意識はしてないようで、この期間が例年ですね。で、ちょっとここ重要なんで、下の5行ぐらい見てください。原則ですね、この実務修習の申し込みの期間内に、実地演習実施機関とそれから指導鑑定士を決定して申し込みをしないといけません。その時に申請書と合わせて、実地演習実施機関届出書っていうのを提出していくことになります。ちょっと見ましょうか。後ろにね、資料をつけているので、後ろというか 別になるのかな、資料1、ありますね。実地演習実施機関届出書っていうのがありますけど、これをね、連合会の方に提出をしていきます。で、上の方には、ご自身の名前を書いて、で、ちょうど真ん中より下ぐらいですね、実地演習実施機関、所在地、業者、電話番号、云々、それから指導鑑定士の名前ということで、どこの業者のどの先生の指導を受けるのかっていうのを決めて、この申し込みの期間内に申し込むっていうのがまず原則になってきます。だから勝手に書いて申し込めるもんでもなくて、お願いしますっていうふうに言いに行って、いいですよっていうふうになって申し込みをするというふうな流れになってきますので、それなりに時間はやっぱりどうしてもかかるわけなんですね。向こうも会社ですから。なので、こういうものを出す必要があるんだということで、これが届出書になります。で、戻りましょう。で、重要なのは次の3行目、下から3行目、上から3行目、ただし書きがありますね。この期間内に実地演習実施機関及び指導鑑定士が決まっていない場合、つまり11月の10日までに申し込みの意思はあるんだけれども、どうしても指導鑑定士がまだ決まらないという場合があったりすると思います。で、その時はちょっと待ってくれます。それが令和4年11月15日、これ必着ですけど、11月15日までに届出書を協会へ提出すれば受け付けてもらえます。なので最終は11月15日までに指導鑑定士とかを決めればいいというふうにはなるんですね。だけどちょっと注意したのは、11月の10日までには申請書自体は協会に出してください。いいですね。これをしとかないともうアウトです。例年うちの方にも1日遅れてしまったんですけど間に合いますかみたいな問い合わせが過去ね 2,3 回あったりします。でもそれでピタッと受付はもうしてもらえなくなりますんで、1年待つことになるんですね。すごくもったいないですから、だから申請書は必ずもう11月10日までに、もう絶対受けるんだっていうのは何が何でも10日までに出してください。で、指導鑑定士がそれから11月の15日まで待ってくれますんでね、それまでに決めてというふうになります。指導鑑定士をどうやって決めるかとかっていうのはまた後でねお話したいと思います。はい、前置きもうちょっとありますね。次、実務修習の全体像というふうに書いてありますけれども、さっき目次のところで少し言いましたが、もう一回改めて、実務修習は講義、それから基本演習、それから実地演習、この3本立てなんですね。で、これを終えて最後に修了考査というのがあります。修了考査というのがあります。で、これ全体を実務修習というふうに言いますね。全体を実務修習と言います。で、講義、基本演習、実地演習ってありますけれども、実地演習って言ったらこの3つ目のやつになります。3つ並んでるやつの一番右のやつね。実地演習は実務修習って言ったら全体の話になりますので、一応言葉が実は細かい話なんですけれども違います。で、何度もしつこいんですけど、実務修習は協会へ申し込みします。で、じゃあ実地演習指導鑑定士誰にするか、これは実地演習
は実地演習で別途申し込みをしないといけないようになってきますので、ちょっとややこしいですけど、その辺もまたこれからお話していきたいと思います。はい、じゃあ次のページいきましょう。じゃあまず実務収集ね。実務収集の期間ですけれども、3ページの一番上です。コースがですね、1年コースと2年コースの2つがあります。1年コースと2年コースで、全課程を習得したものに対して、その後3ヶ月以内に、修了講座がその後行われますと。期間でいうと、丸の一番、1年コースは今年の12月1日スタートですね。で、翌年の11月30日までというこの1年になります。2年コースの場合は12月1日スタートで、翌々年、令和6年になりますけど、11月の30日までの2年という期間です。で、することが1年コースと2年コースではどう違うのかっていうと、同じです。内容は同じなんですけど、それを1年でするのか、あるいは2年でするのかという違いです。で、それぞれ終えてから終了講座、終えてから終了講座ということになります。どちらのコース選択がいいのかっていう問題出てくると思いますけれども、またそれ後で少し触れたいと思いますね。それからちょっとこれも前置きだな、長くなりますが知っておいてください。実務修習の今1年コース2年コースっていう期間がありますけれども、その期間の延長の制度もあります。それからもう一つ、再履修という制度もあったりします。その丸の一番見てください。実務修習期間の延長ということで、修習生が選択した修習期間内に全ての課程を習得できなかった場合、修習生があらかじめ実務修習期間内に修習期間の延長申請を行うことにより期間の延長することができますと。だから1年コースで申し込んだけど、ちょっとどうしても今年は仕事が忙しくなりすぎて期間を延長したいという場合は延長することができるというものですね。2年コースで申し込みしてたけど、ちょっと延長してくださいということで伸ばすこともできる。ただ1年コースが2年コースになったりとか、2年コースが3年コースになるというわけではないです。それも最初に申し込んだカリキュラムで基本動いていきますので、ちょっと伸ばしてもらえるというのがあるということですね。それからもう一つ、丸の2番は延長とは違うんですけど、再履修というのがあります。で、どういうことか、1年コースでは当初申請の実務修習期間内に、実地演習ですね、後でやります13類型の鑑定評価書を作成して提出して審査を受けるということをしていく必要がありますね。この実地演習過程の一部について、ごめんなさい、1年コースでは実地演習過程の一部について、2年コースでは実地演習過程の全部について再履修をすることができる措置が図られています。で、これどういうことかっていうと、後で詳しくまた言えますけれども、13類型を提出していくんですが、提出して審査を受けます。結構厳しいです、審査が。で、審査を受けて、非認定という場合があるんですね。内容が不十分という場合です。そうするともう一回再提出になるんですけど、それがここでいう再履修ということです。で、もう一度出し直しをして、それで認定をもらえば OK というふうになります。1年コースでも2年コースでもありますが、ちょっと若干違うので、これは後でお話したいと思います。また出てきますので、こういう制度があるんだということだけ知っておくのでもいいと思いますね。はい、それから実務修習の料金ですね。で、実務に関する講義、左の方ですね、それから基本演習、それから実地演習、物件調査と一般というのがあります。で、合計でまず協会の方に支払うのが36万5700円。で、実地演習実施期間に払うのが、お支払いするのが0円から最大で75万円というふうになっています。で、終了講座に関しては協会の方に3万6600円と。なので、費用の支払い先が2箇所出てくります。2箇所出てきます。で、これどういうことかっていうと、まず講義
っていうのがありますが、これは教会が実施しますので教会に払うだけです。それから基本演習っていうのも、これも教会が実施します。なので教会に支払うというふうになります。で、実地演習は物件調査実地演習と13類型の一般実地演習という鑑定評価書を書くやつがあるんだけれども、これは実地演習実施機関、まあ、弊社のような実地演習実施機関、鑑定業者、指導鑑定士の方が指導しますので、そちらへお支払いすることになるけど、教会には何で払うのか。物件調査2500円、一般実地演習89700円、何のため払う必要があるのかと。これ審査料です。審査料ですね。だから指導は鑑定業者の方でします。で、提出したものを審査するのが教会の方になりますので、審査料がこちらには発生するという、そういう意味ですね。なのでこう分かれてきますね、意味が。それから、最後、修了考査。修了考査は、教会が実施しますので、教会にだけ払うと、こういう感じです。で、さっき、再履修する場合に別途費用が発生する場合があるとかっても書いてたんですけど、それはもう一回審査を受けることになりますので、審査料をまた払わないといけないっていう、そういう意味ですね。そういう意味になります。はい、まあ、お話していく間にだんだん見えてくると思います。次4ページいきましょう。だんだん具体的な内容になってきますんで、じゃあスケジュールですね。で、スケジュールをお話しするときに、よかったらこの資料3っていう、皆さんも A3 ですか、 A3 のやつがありますんで、まあ、これと見合わせながらいきましょうか。その方が一番分かりやすいと思いますんで、はい、スケジュールですね。1、講義、2、基本演習、3、実地演習、これらを終えて4番の修了考査、最終合格発表と、まあ、こういう流れになります。で、まず一番最初、講義ですね。 e-learning でインターネットで講義を受けることになりますが、1年コースは12月1日からスタートするんですが、すぐに視聴が開始できます。12月1日スタートで、翌年の3月31日までに視聴を終えてくださいというふうになっていますね。それに対して2年コースの場合は12月1日スタートで10月31日までに視聴を終えてくださいと。だからまあ7ヶ月ぐらい視聴できる期間は長くなります。内容は後で言いますね。それから基本演習っていうのがあります。1年コースと2年コース、もちろん両方なんですが、基本演習は全部で第1段階、第2段階、第3、第4段階の4回受ける必要があります。もちろん内容が違います。第1段階は4月中の2日間ですね。2日間。それから第2段階は5月中の3日間です。第3段階は8月中の2日間、第4段階は9月中の3日間です。で、金土か木金土というスケジュールで大体入ってきますので、1日は土曜日絡めてくれるような感じにはなってます。まあ、ここは土日にしないのが教会らしいなとは思うんですけれども、まあ、木金と、違う、金土と木金土か。で、金土と木金土みたいな感じで例年はね、スケジュール組まれます。で、2年コースも同じようにするんですけど、今回は皆さん受けるとすると17回になります。で、2年コースの基本演習は18回実務修習の1年コースと一緒に受けるというふうになります。集合研修です。東京で集まってね、集合研修するんですけど、ちょっとその内容はこの A3 のやつ見ましょうか。資料3見てください。これが分かりやすいと思います。資料3で一番上のところは、期間ですね。で、実務に関する講義っていうのが左上で見えますかね、で、まずこの講義は先やりました。1年コースは来年令和5年の3月まで
2023年の3月までに聞いてくださいと。それから2年コースの場合は10月までに聞いてくださいということで期間が長いですよね。で次、基本演習4段階ありますけれども、ここは類型書いてくれてます。さら地、借地権、底地1段階、2段階、それから3段階が地建て貸家時期、それから第4段階が継続賃料というテーマでやります。で、4月、5月、8月、9月になるわけですけれども、2年コースの場所を見ていただくと分かりやすいんですが、ずずずっと右の方に行ってますよね。だから2年コースは2年コースの人たちだけでやるんではなくて、翌年の実務修習の1年コースの人と一緒にやるということになるわけです。まあ、教会としては負担のないようにそういうふうにしているということですね。そういう理屈です。いいですかね。2年コースだけど1年目の方にやってしまいたいとかいうのはできません。もう2年コースの場合はもうこっちというふうになってますんで、はい、じゃあ本文の方もう一回戻って、次3番、実地演習。実地演習1年コース2年コースともに期間が、まず物件調査実地演習っていうのがこれね、すぐ始まります。12月からで、令和4年12月31日までっていうふうになってますように、物件調査実地演習は後で説明しますが、年内年末までにも早速提出物があります。始まって1ヶ月以内ですね。それは2年コースの場合も同じです。でそれが終われば今度は一般実地演習っていうのをしていきます。一般実地演習は12月1日スタートで、1年コースの場合は翌年来年の10月で終了です。10月31日。で2年コースの場合はこれを2年かけてやっていきますので、令和6年の10月31日で終わりです。この A さんの方を見ましょうか。資料3もう一回見てください。まず実地演習のところね、上の段が1年コース、下の段が2年コースですね。見つかりますか。はい、1年コースの方も2年コースの方も物件調査実地演習っていうのがありますけれども、これが最初の12月末までに終えますね。まずこれ単発です。でその後13類型が始まるんですね。まず4件提出って1年コース書いてますが、3月末までですね、4件です。それから7月末までに次は5件提出します。それから10月末までに4件提出しますね。だから4件5件4件なんで13件の評価書を書く。で13件いつ出すのかっていうと、これも覚えておいてください。370です。3月に3件、7月にごめんなさい、3月に4件、7月に5件、10月に4件と454という感じで、それぞれ3末、7末、10末に提出をして、で審査を受ける。だいたい1ヶ月半ぐらいしたら審査の結果が届きます。でこの提出を2年コースの場合は、だーっとこう2年に広がってると思うんですね。2年に広がってると思います。ただ1回目の報告は2件です。3月末で2回目の報告は4件です。で3回目は10月末なんだけど、370は一緒です、3件ですが、4回目の提出が4件ですね。で実は網掛けずっと右まで行ってますけれども、13件の提出は翌年の3月で終わります。3月で終わります。じゃあその後右側にいろいろ点々で書いたりしてますけれども、何かちょっともう一回1年コースのところ戻ってもらっていいです。1年コースの4件5件4件の下に再履修っていうふうにありますね。これさっきお話した審査で非認定をもらった場合にはもう一回出し直しをして審査を受け直すっていうお話だと思います。この出し直しを3月提出と7月提出の場合には、もし非認定があったら10月提出でもう一回ね出せるという、そういう意味合いです。
だけど1年コースの場合は10月提出の3回目の報告の4件について非認定があった場合はこれは出し直しはできませんというふうになっています。もう一回翌年です。その類型だけやり直しをするというふうになります。だから全ての類型について再履修ではないというふうにさっき実は書いてたんだけど1年コースの場合はそうなります。じゃあ2年コースの場合はどうかっていうと1、2、3、4で非認定があった場合は再履修で第5回目報告ということで2024年の7月かなに出し直しができます。だから全ての類型で出し直しができるっていうことです。で7月で、これでさらにダメだっていう場合はよっぽどですけど、再履修でもう一回10月提出で出してで OK をもらえたら終了コースに進めるとこういう流れなんですね。だから2年コースの場合には全ての類型で再履修できるって書いてたと思いますけれども、全部できるというのはこういう意味合いです。でちょっとここでコース選択のが何がいいのか1年コース2年コースありますけれども どちらがいい悪いっていうのはそれは個人のスケジュールにもよるところはまずはあるんですけれども、うちに来る人はもうほぼ全員去年はもう全員が1年コースを選択してもらってます。1年コースです。で、なぜかっていうと一つは例えば2年仕事結構忙しいので自信がないから2年がいいんじゃないかという相談も受けるんですけど今の2年コースのカリキュラムを見てもらうと分かるんですが結局まあ翌年の3月まで1回伸びるだけなんですね。例えば2年にわたってもっとのんびり2件ずつずっと出していけるというんであればそれもありかなというふうに僕は思うんですけれどもそうではなくて3月 で失敗したらやり直し聞きますよっていう話なんです。で失敗しなければまあ、ほぼ全員うちなんかであれば失敗しません。翌年っていうケースはほぼほぼないです。なのでそうすると3月からその後実はやることがなくなってしまうんですね。実地演習に関しては全て提出を終えてしまってますからやることがなくなってしまうと。で、その後さらに翌年の1月に終了考査があるんですけれども提出をした13類型で口頭諮問が実施されます。そうすると3月に全部終えた後さらに翌年の1月まで待たないといけないんですが忘れちゃうんです。で最後の提出物はまだいいけどさらに一番最初に提出したものとかっていうのはもうさらに1年前の話になってきますから、結構もう間空いてしまうとどんどん忘れていったりしますんでやったこともね。なのでそういう意味で終了考査対策的にも非常に良くないと、まあちょっとノウハウというとそういう部分になるかもしれませんけど、なのでうちは全員ね1年コースでやります。それともう一つは基本演習のタイミングなんですね。正直13類型の提出が終えた時っていうのはこれはもう借地権の評価、底地の評価、地代の評価、家賃の評価、継続地代の評価、マンションの評価、すべての類型をもう終えてます。終えてるんだけど、その次の2年コースの場合であれば2024年の4月でですね、ここから更地の評価を始めましょうみたいなカリキュラムなんですね。で、これもう継続地代までずっと1年以上かけてやった後に、さら地を一からやりましょうという研修を受けるのってタイミング的にはあんまりよろしくないです。やっぱり実地演習の動きと一緒のタイミングで基本演習っていうのもやっていくのがいいですから、そういう意味では1年コースが一番そういう実地演習との基本演習のカリキュラムをきれいにリンクしてるんで、非常に進めていく上でもいいということですね。まあ、終了考査対策的なところが大きいですけれども、まあ、それも踏まえてね検討していただければいいと思います。はい、で、戻りましょう。最後終了考査4番合格発表ですけれどもスケジュールですね。本文の4ページ戻りますね。終了考査は1月にします。だから3月7月10月の提出を終えた後11月12月1月の大体第3週から第4週ぐらい末ぐらいですね
だから3ヶ月弱ぐらいの期間があるんですけれども、修了コースに臨むというふうになります。2年コースは1年ずれますね。で、合格発表は3月の上旬だったかな、それ3月中に、まあ、上旬中旬ぐらいに発表があります。で、これもまあ今の機会にお話しておきますけれども、3月に合格発表があって、で、鑑定士の登録の手続き、国交省にしていくんですね。で、その申請して登録されるまでの期間っていうのはやっぱり1週間とか10日ぐらいかかったりします。で、場合によってはすぐ開業したい人もいます。その場合は鑑定士の登録が終わってから今度は開業の申請をするわけなんですね。業者の登録です。行政法規やりますね。業者の登録申請ですね。で、それで申請する。で、何を言いたいのかっていうと、鑑定士になった後、地下工事とか地下調査の仕事とか、ね、入っていって、それをすれば今度は国税の仕事とか、あるいは固定資産税の仕事とかしていったりしますね。で、一番スタートになるのは大体地下工事の仕事になるんですけど、地下工事の申請要件で3月31日時点で鑑定士の登録をしてから3年みたいな要件があるんですよ。3月31日か4月1日かな、ごめんなさい、どっちか忘れたけど、まあ、その時点ですよね。で、3年登録してから経ってないとそもそも申請できないんですね。ということは、この合格して3月中に登録まで終えたりとか、あるいは業務に従事してないといけないんですけど、業務に従事できてるか、あるいは4月に入ってからになってるかで3年のカウントのスタートがずれてきます。そうすると地下工事に入るのが1年ずれてしまうわけなんですね。そうすると、特に地方なんかであれば固定資産税の仕事とかっていうのがすごい収入源になるわけですけど、3年に1回の収入源を飛ばしてしまうと見逃し、取れないということもあったりするので、今日せっかくなんで覚えておいてください。できるだけ早く登録をしておいた方がいいです。登録をして、で、業務に就くっていうことが必要になってきますんで、ちょっとそれぞれの状況はあるとは思いますけれども、できるだけ早い方がいいです。だからうちの修習生はもう合格発表の日にすぐ窓口に行けるように準備させてます、その日に、はい。実務、なんだこれは、4ページ一番下、受講に必要となる環境ですね。ネット環境が必ず必要です。実務修習ではインターネット通信を利用して、講義の視聴や実地演習報告書の提出が必要になりますので、パソコンの環境。で、今はもう、13類型の鑑定評価書もネットで PDF で出すようになりました。昔はね、郵送だったんですね。郵送だったんです。書き留めで送るっていうふうになったんだけど、今はもうネットでビュッと簡単に送れるようになってますので、ネットの環境が必要ですね。それから、使うのはワードとエクセルになると思います。ワードとエクセルだから、Mac よりも Windows の方がいいと思いますので、もし今から買うんだっていう場合は Windows がいいと思います。その環境があればね、できますので、じゃあこれが概要になります。じゃあ具体的な内容ですね。それが5ページです。もう一歩掘り下げていきますね。はい。じゃあ実務修習の内容をもう少し詳しくね、お話ししていきたいと思います。はい。まず、不動産の鑑定評価の実務に関する講義を受けないといけないです。協会が実施しますね。で、不動産の鑑定評価の実務に関する講義は、鑑定評価に関する実務について、その各段階における基礎となる知識を習得する過程です。受講はインターネット通信による講義、e ラーニングですね。ネットで行われます。科目は全部で16科目です。これちょっと何度も繰り返してますけれども、1年コースは令和4年12月1日から3月31日まで翌年の、2年コースは翌年の10月末までに受講ですね。ちょっと見ましょう。表の中を見てください。こういう16科目ですねがあります。一番上、丸の1、不動産鑑定士の倫理および責任の範囲。時々ね、新聞を騒がしたりしますんで、
倫理観というのはやっぱ専門家にとっては非常に重要ですね。昨日も何か出てましたね、2番、行政法規総論。行政法規、行政法規の先生も言われるかもしれませんけど、実務についたら行政法規の知識っていうのはすごく重要になってきます。で、昔はね、僕が試験を受けてる時代っていうのは、試験で行政法規も同時にやってたんですけど、今は担当式でやって、その後はもう行政法規しないじゃないですか。だからすごく受ける印象として、実務修習でうちに来るときに行政法規の知識をもうすっかり忘れてるという人がすごく多いですね。道路のこともよくわからないと。だからもし今時間があるんであれば、12月から実務修習スタートするとすぐ役所調査とかも行かないといけないです。だから都市計画法とか建築基準法ですね、この辺もう一回ね、見直しを今しておくと、いいと思いますね。ですぐに役所の調査で、役所行った窓口の人は当然知ってるものとして話してきますんで、その時に知らないと話のキャッチボールができないんですね。なので、そういうのをね、もう一回ね、忘れてるなっていう人はやっといてください。それから3番、統計の基礎知識、回帰分析を中心。統計学を勉強したことある人にとってはそんな大したことないかもしれないけど、僕なんかはこれやったことないんですけど、どんなやってるのかも知りませんが、統計あるみたいなんで勉強してください。鑑定で統計分析をする人っていうのは結構マニアな鑑定士は結構いたりしますね。例えば駅からの距離が格差、例えば 100m 違うことに1ポイントつけるのか2ポイントつけるのか、あるいは 100m ごとじゃなくて 200m ごとに1ポイントじゃないかとか、でこういうのって統計分析をして、で一つの考え方を出す必要もある、あるいはそういうことをする先生もいるわけですけれども、それから全然間違ってるとか全然言うつもりはないんですけれども、そういうことをやっぱり鑑定士としてしていく必要も今後ね、もう AI の時代ですけれどもあるんじゃないかというところです。はい、それから価格等調査ガイドライン、これ知ってます？価格等調査ガイドライン聞いたことありますかね、価格等調査ガイドライン、基準留意事項だけじゃないんですね。鑑定士が何に基づいて評価するかっていうと、価格等調査ガイドラインっていうのもあります。あるいは実務指針とか業務指針っていうのもあったりします。で結構ね、いろいろあるんですね。あります。これ協会のホームページに全部載ってますんで、時間があったらまた見ておいてください。でいろんな、制限というか、いろんなルールの中で鑑定評価書っていうのは作成しないといけません。で、その中でも、ガイドラインっていうのは国交省が作っているものになりますので、その辺を、理解してくださいよということで研修に入ってます。あとは不動産登記のこと、税金のこと、それから7番目、建築形態規制と建築計画、土地残余法で建物想定したりとか、開発法で建物想定したりしますよね。賃貸事業分析法でもそうかな、最近であれば。こういったことをするのに建築の知識が必要になってきますので、これ建築基準法の話です。こういう基礎的知識のことを勉強してくださいと。で次は種類別ですね。さら地、借地権と底地、それから貸し屋およびその敷地、区分所有建物およびその敷地、地代、家賃、匠、こういった類型別の評価の仕方っていうのも講義を受けてくださいと。で技術的知識として収益還元法、それから原価法と開発法ですね、手法の話になってくると思います。結構ね、長いのはね、2時間半とか結構長いのがあるんですよ。なので、結構しんどいと思います、聞くのが。で、ね、レックの講師の先生みたいに上手に話してくれるわけじゃなくて、中には読んでるだけっていう先生もいるんで、ちょっとしんどいところはあるかもしれませんけど、聞かないことにはいけませんので聞いてください。で、厄介というか面倒くさいというと怒られるんだけど、5ページの一番下の2行ですね。この各科目の視聴の終了後に e-learning の画面上に表示される確認テストっていうのがあります。確認テスト、もちろんその講義で話した内容を確認するテストですから、
クリックして再生だけ押しとくなよっていう、そういう話ですね。ちゃんと聞けよっていうことです。でちゃんと聞いて、で択一問題で10問出てきます。10問出てきますので、これを回答して合格をして基本演習は終了というふうになります。で確認テストに失敗したらどうなるかっていうと、まあ実はなんてことないんだけど、もう一回問題出てきますんで何回も解くっていうことです。ただ問題は変わります。ちょろ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 変わります。同じ問題もあるんだけど、多分バックデータがあるんでしょうね。でそのうち10問がピックアップされて何回も出るんで、クリック丸バツをクリック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 して、合格をしていく必要があります。せっかくの機会ですからね、しっかりと僕は見てもらうのがいいのかなとは思います。で、もう一つ何が言えるかっていうと、後でまた言いますけど、修了考査で筆記試験と口頭試問がありますね。筆記試験の方のマークシートが15問出るんですけれども、その15問の問題の範囲がこの講義の内容と同じです。そうすると意味わかりますよね。この中から問題は出てくる範囲が同じですから、だからそこの確認テストっていうのはしっかりと見ておくといいと思います。で、間違えれば何度もね、問題はいろんな出てくるんだけど、できればその問題とかもある程度こういうのを言うと怒られるんだけど、ストックしておけば修了考査の時にもう一回準備はできるっていうのは、それは分かりますよね。だからそういうこともしておくのがいいと思います。っていうことをうちも全部して、全部の問題を実はストックしてたら、一昨年ぐらいからかな、ちょっと問題がかなり難しくなってきてますので、一番最初の2年っていうのはここに出た問題、確認テストと同じ問題が出たんですね、修了考査で。だけどいたちごっこじゃないんだけれども、教会の方もこれじゃ全員正解してしまうんでっていうことで、ちょっと難易度をだいぶ上げてきてますし、個数問題誤っているものはいくつあるかとか、今時って感じはしますけど、それをいまだに怒られる、個数問題が出てきてますので、ちょっと難易度は上がってますから、プラスアルファの、試験対策の準備もしていく必要が出てきてると思います。ただノウハウ的なことを言うんであれば、そこの問題っていうのは少なくとも押さえておくと、同じ問題も出ますからね、出ますから、試験対策にはなっていくと思います。これが基本講義ですね。で講義でこんな感じですから、講義で、非認定でまた来年とか、仕組み上はありますけど、実質これで落ちる人っていうのは聞いたことがないです、今までね。なのでそんなにね、神経尖らさなくてもいいのかなとは思います。講義はこれでいいかな。はい、そしたら次ですね、基本演習のお話しますね。基本演習、先ほど言いました4段階あります。基本演習は鑑定評価報告書の作成において、通常採用される手順を実務修習生自ら作成することにより習得する過程です。1から4段階まであり、東京において開催されます。で、まずね、東京での原則です。東京での集合研修になります。で東京にわーっと全国の実務修習生が集まって100名ちょっとぐらいになると思います。で、ね、最近だったら120から130人ぐらいです、毎年。で、4人1組ですね、4人1組のグループになって、で一緒に、講義を受けたりした後に一緒に現地見に行ったりとかして、でいろいろグループ討論もしながら鑑定評価書を作っていくというふうな作業をしていきます。でこれを4回するわけなんですね。下の表を見てください。第一段階は2日間でさら地になります。さら地で開発法を適用してね、土地残余法とか開発法を適用して評価をしていくと。もちろん取引事例比較法もね。それから、第2段階は借地権と底地ですね。借地権と底地の評価、賃料差額還元法を適用したりとか、借地権割合法を適用したりとか、こういうことをしていったりとか、底地であれば収益還元法を適用したりとか、こういうことをする。
で第3段階は事業の建物およびその敷地と貸家およびその敷地ですけれども、基本貸家がメインになりますね。で DCF 法、直接還元法と DCF 法を適用して、こういう差があるよねとか、こういうことを勉強していくと。第4段階は混乱の継続賃料、混乱のって怒られますけれども、ちょうど今年にはこの間終わったところですけれども、継続地代をします。継続地代題材として多分来年もそうするとは思いますけれども、継続賃料に関しては、まあ、基礎価格をどうするか、基礎価格を更地価格とするのか、基礎価格を積算法でね、底地価格を基礎価格にするのか、まあこういった議論をしたりとかで、まあまあ毎年、非常に混乱しているというふうには聞きますけれども、まあ継続賃料をします。はい、まあ、こういう感じで4段階あるんですけれども、グループでやります。で、ちょっと上から上戻りますね。4行目。こういうふうに4つそれぞれね、課題が与えられ、ガイダンスの後グループ単位で実地調査、一緒に現地行ってでグループ検討を行いますと。で演習期間終了後10日以内に鑑定評価書を作成して、まあ、関連資料も作成して協会に提出して審査を受けるというふうになります。で提出された内容に不備不適切な部分があると認められるときは、収集生に対して修正必要な部分についての再提出を求めると。でこれで認定を受ければ、各段階ごとにね、4回ね認定を受けてパスしていくというふうなことをしていきます。でまず1点ここで言わないといけないのが、今ねコロナ対応の16回実務収集が今走ってますけれども、今年に関しては1年間ずっとコロナ対応になりましたので、結局東京に集まって集合研修は1回もありませんでした。なので全部リモートです。リモートでされました。なので東京集まってた頃はね、4人1組にしてたんですけど、リモートなのでかな、よく分かんないけど5人1組のグループになって、で5人でリモートでいろいろ討論したりとかっていうのをしてます。で東京の物件で本当だったら4人ワイワイね、現場行ってで仲良くなって同期ができてみたいな面白いタイミングではあったんですけど、ちょっとコロナなんでそういうのがなくて、で対象不動産を見ずに評価させるのかっていう、協会自身がそんなことをさせていいのかみたいな問題なんだけれども、まあ、来れないん で東京の人を入れてるみたいですから、東京の人負担なんですけど、代表で見に行ってきてみんなに報告するみたいな、そういうちょっと訳のわからん状態にはなってるんですけど、まあコロナなんでしょうがないというところです。で、コロナなんで、まあ、これはグループで集まるときもそうかな、初期担当とかグループごとに報告書をまとめたりするので初期担当の人とか、あるいは前に出て発表する担当とか、なんかそういう担当者を決めて役割分担決めるみたいなんで、喋りたい人は僕発表係とか言って、やってください。で、まあ、いろいろ当てられたりもしますんでね。で基本演習は評価書を作って出して審査を受けるんですけど、まあ、結論から言うとこれで落ちるっていうのも聞いたことないです。で結構ちゃんと見てくれますんで、まあいいなとは思うんですけれども、書いて出して、でおかしいところ結構赤入れてくれたりとか、電卓も丁寧に入れてくれるみたいなんで、で赤入ったのが戻ってきますので、そこは修正をしてもう一回提出すると。で間違っているところをちゃんと指摘して書いてくれてますので、そこを直して、その部分だけね、その部分だけ直して再提出したら大体認定、大体というか全部認定来てますので、今まではね、それで、特にこれで落ちるっていうのもそんなに気にする必要はないと思います。まあ、適当にやったら落ちますよ。ちゃんとやらないとダメですよ。ちゃんとやって出してたらまず問題はないと思います。まあ、これが基本演習ですね。はい、じゃあ次、一番大変な、まあ、メインになると思います、実務収集の7ページ、はい、実地演習ですね。実地演習、じゃあ上からちょっと見ますよ。実地演習は不動産の鑑定評価に関する実務について、
実地において鑑定評価報告書の作成を通じて評価方法を習得する過程です。実地演習は物件調査実地演習と一般実地演習により構成されています。まあ、自分で、ね、鑑定評価書を作って実務を習得してくださいということですが、物件調査実地演習と一般実地演習という2つがあります。で、最初にお話しています物件調査実地演習は12月に提出する単発もので、すぐ、ね、作成して提出する必要が出てきます。ちょっと上の4行を見ましょう。物件調査実地演習、物件調査実地演習は物件調査の手法を習得する演習です。一般実地演習の受講前に、要は13類型の評価書を書く前に必ず受講してくださいと。土地建物の各1件について調査を行い、物件調査報告書を作成し、指導鑑定書の確認を経た後、協会に提出して審査を受けなさいと。はい。で、物件調査実地演習という名称がついている通り、評価携わったらもちろんすぐ分かると思いますけれども、対象不動産の確定確認ですね、5章あるいは8章、ね、勉強したと思いますけれども、非常に重要ですね。鑑定評価業務の中でも手法の適用もちろん重要ですけど、まず対象不動産の確定確認がしっかりとできてないと、ダメです。実務収集でもうちの収集生でも間違って隣の物件の写真撮って帰ってきたりとかね、うちの実務でもありましたね。一回ね、補助者の子が隣の写真撮ってもこれ違うぞみたいな話になったことがあったりしますけど、そもそもダメなんだけど、対象不動産が分かって、じゃあ教会はどう見るのかとか、影響してるんじゃないのとか、あれ他人の土地があるんじゃないのとか、いろいろあるわけなんです、現場に行くと。これをきちっと資料を持って確認するという作業、照合するっていうふうに基準に書いてましたよね。まさにその通りなんですね。確認資料を持って現地に行って資料通りあるかどうかっていうのをこう確認すると。で、対象不動産ここまでだな、土地はこうだな、建物とこうだなっていうのを見る。で、東方見れば3階建てってなってるけど、現場行くとあれ4階になってるとか、こういうのあります。普通にある話なんです。これを見落としたらアウトです。鑑定士としては3階建てってなってるのに現地4階建てあるけど、それを見落としてそのまま評価書書き終えてたら、これとんでもない評価書になってるはずですね。ありえます。あるいは、共同住宅っていうふうにね、登記簿になってるから共同住宅ですね。現場行ったら1階に店舗がある、あれみたいな、おかしいですよね。だから違反建築の可能性があったりとかっていうこともあると思います。で、こういうことがやっぱり一つ一つ現場でね、できるようにならないといけないので、物件調査の演習はまず最初にして、確定確認ができるようになってから13類型に着手してくださいよっていう、こういう意図です。で、一般実地演習の前にしなさいということと、それと土地及び建物の各1件について調査を行い、報告書を作成しなさいというふうになっています。で、これね、資料2でそのまま提出物つけましたんで、資料2の1から2の8まであると思います。一番最後の方かな、20ページからですね。ちょっと見てもらいましょう。これ協会のホームページにはサンプル書き込んだやつとかも確か見れたと思いますので、本当はそれを渡したいんですけど、テープしちゃダメだと怒られたんで、空っぽなやつを皆さんに渡してますが、ちょっとコメントつけていきますね。資料2の1から2の2、2の3、2の4、4枚、4ページまでが土地です。土地ね。それから資料2の5、6、7、8、4ページ、同じく4ページ、これが建物になります。これが12月末までに提出する物件調査実地演習報告書になります。これ Excel ですね。協会からフォーマットは提供されてますので、それに打ち込んでいくということをします。まずね、4枚4枚で、土地と建物です。同じ不動産の土地と建物で構いません。別の不動産の土地と建物を選ぶ必要はなくて、同じのでいいですからですね。ちょっとそこは楽ちんしてくださいですね。
まあ、どこにも書いてないけどそれで大丈夫ですから。で、土地については1枚目がいろいろ書いて調査結果を書いてるわけですね。20ページですね。で、21ページは後ろの資料さっき言いますね。上に地図を貼り付けます。地図を貼り付けます。で、下は構図を貼り付けます。構図を貼り付けます。ノリでペタペタっていうわけじゃないです。読み込んでください。パソコンに読み込んで貼り付けをしていってくださいですね。地図はね、もうヤフーとかグーグルのやつであると思います。あんなんでも全然構いません。1万分の1ぐらいです。で、これもまたね、受講の手引きのところに細かいのがあります。1万分の1ぐらいにしなさいとか、住宅地図はダメとかね。住宅地図がダメなのは著作権の問題でいろいろあるんで貼っちゃダメよっていうふうになってます。で、構図の写しとかね、赤で囲みなさいとかね、矢印つけなさいとか、いろんな指示がありますんで、その指示通りやってください。それから22ページは近景と遠景ですけど、これ写真です。写真。で、近景は近くから、遠景は遠くから、当たり前か。2枚貼るというふうになってます。2枚貼る。で、あんまりね、まあまあいいか、対象不動産だから近づかないといけないけど、うちでも去年あったんですけど、やっぱり怪しいんですね。すごい怪しい、ね、これ別に全ての物件についてその所有者の方に許可をもらってやってるというわけでもないわけなんですね。あるいは取引事例も見に行ったりするんですけれども、取引事例見に行ってもやっぱりまあ、慣れないし、そこの現場の滞在時間もちょっと長いわけなんですよね、慣れるまで。そうするとちょっと誰かカメラ持ってうろうろしてる人がおるっていうふうになって、警察呼ばれるみたいな事態も実は去年うちでも1回あったんですけれども、あるんで、写真なんて撮るときはもう最後に撮って帰ってくるようにした方がいいと思いますんで、カメラが一番怪しまれますんでね、結構コソコソする場面は多いです。結構コソコソすることも多いんでね、まあ、こういう写真をつける。で、写真の上に日付を入れてくださいっていうふうになってます。日付をここには書いてないけどね、また手引きには書いてますから見ておいてください。細かいんですけど、ここに日付、写真の上に入った日付と20ページに一番左上に調査日っていうのがありますね。例えば12月5日に調査日入れてます。で、写真の日付が12月3日だったらもうそれで非認定です。嘘書いてるよねっていう風になるわけですね。で、まあ、写真の日付に今もうパッとパソコンで日付を入れるんですけど、これも昔からやってる。昔まだそんなデジカメで撮ってて、デジカメって写真の日付が昔入りましたよね。で、それを入れなさいと。で、その日にきちっと行ったっていう証明になるでしょ。で、調査日と一致してないとおかしいよねっていう、その名残が未だにあって、ただもうあんまりもデジカメ使ってないと思いますし、写真日付入らないですよね、スマホで撮ったりしますんで。だから、だけど、まあ、日付は入れなさいとなってるんで、一致した日付を入れておいてください。これずれてると非認定になります。結構そういうところを見るんですね、細かいところを。で、まあまあ、今度は貼り付けるだけの話ですね。23ページ土地の4枚目です。物件調査行動記録、これがね、まあ、めんどくさいんですけど、怒られる、そんなこと言ってはいけない、行動記録、どこで何をしたか。この不動産の調査をするのに、例えば役所の、まず、役所の前に例えば法務局ね、法務局に行って、登記簿謄本、地籍測量図、構図取得しました、何月何日の何時から何時までみたいな日時を書きます。一番左の枠はね、日にち入れますんでね、日付を入れますんで。で、訪問先で、その後役所に行きました。役所に行ったじゃないですか、都市どこの部署か、都市計画課に行きました。で、用途地域調べました。建築指導課にその次行きました。何分から何分まで行きました。窓口対応してくれたのは誰々さんです。名札つけてますからね、役所の人、ちょっとそれ見て控えておくんですね。あるいはつけてなかったらちょっとお名前は聞かなしょうがないですね。で、それを聞いて、で、何をしたか、内容はね、建築計画概要書を取得しました、ね、建築確認、完了検査を受けているか確認しました、こういうことを書いていくと。で、その後市役所出て図書館に行きました、ね、図書館で古地図の調査をして、昭和何年何年調べて土壌汚染の可能性の調査しました、
るいは地下埋設物の可能性の調査をしました。まあ、こういうことをずっと書いていって、まあ、埋めていくというふうになってきます。で最後は現地調査しました、事例調査しました、地下工事のポイント調査しましたっていうのは、まあ、大体土地は結構ね下まで埋まりますわ、調査項目多いんで、こんな感じで埋めていきます。で、建物も1枚目飛ばします。2枚目、建物図面と各階平面図、25ページですね。これはね、法務局で取得する資料を読み込んで貼る感じです。建物図面です。これはこれ対象ない。それから26ページ、エントランス付近と前景の写真です。上、エントランス付近を、まあ、入り口です、入り口。入り口のとこパチッと撮って。で、前景はちょっとね、後ろ下がってパチッと撮って、貼っとくと。まあ、横で撮ったら綺麗に入りますし、縦に撮っても別に2枚貼り、貼ってもいいし、その辺は見栄えは工夫してもらったらいいと思いますんでね、分かりやすく貼ってくださいというふうになります。で、この物件調査のこの資料の添付の部分というのは13類型についても常につけます、常につけます。一応 こんなノウハウ言ったら怒られるんですけれども、終了考査の審査員はこれを13類型ですけどね、この物件調査を見ながら終了考査の審査をしますね。なので写真に入っているものが向こうの基本的な情報になりますので、それをもとに審査します。例えば大規模拡地をしました、写真撮って貼ってますよね、大規模各地の。で終了考査を受けるときに写真を見て質問されるわけですね。あれ、敷地内に電柱入ってるけど、これはどこの電柱ですか、調査されましたかってなって、はっとこう何もしてなかったら慌ててしまうってことはありますよね。だから写真に何入ってるか、ね、あんまり綺麗に撮りすぎて、あれこれ指導負担があるんじゃないのとか、隣の土地よりも出てるよねとか、なんかそういうことがあったりもしますんで、まあ、一応少し神経を使ってもらうのがいいとは思います。ただ最近もう Google で見てくるんで、結構予習してきますんでね、審査員も結構なんか付箋貼ったりとか真っ赤になって終了考査質問するっていうふうにも聞いてますん で Google ぐらいは絶対見てきますんでね、あんまり変なことはしないようにしてください。で同じように27ページは物件調査の行動記録で、これ建物に関する調査のことを書いてください。で建物は建物で法務局のことを書かないといけないですよね。で、あ、そうか、建築計画概要書の取得っていうのは建物になるからこっちに書いた方がいいのかな。まあ土地の情報もあるから両方書いておいた方がいいかな。まあ両方書いておいても問題はないと思いますけど、まあ基本こっちは建物メインの話になってきます。で両方ね書くというふうになります。それでせっかくなんで20ページ土地ちょっと見ますか。どういうのか簡単にいきますね、物件調査実践書報告書のまず、まあ、調査日はさっき言ったね、現場入った日付書いてください。で対象物件ですね、基本的には登記簿の内容なんかを書いていくと。で地目のところで登記簿で例えば宅地っていうふうになってる。で現況に例えば説明している道路が建築基準法42条2項道路、ね、4メーターよりも狭いから2項道路になってるわけですね。で現況行ったら4メーターきれいになってましたよ。そうすると対象地の敷地の一部が道路になってる可能性がありますね。下げて道路にして建物を建ててるっていう可能性があります。で実際そうなってるんであれば現況はどうですか、宅地点道路というふうになるわけです。一部道路になってるから現況は道路でしょ、登記簿は宅地ってなってるけれども現場行ったら一部道路になってる。その場合は登記簿の内容と確認資料の内容と対象不動産の現況が異なるっていうふうになるわけですね。照合の結果一部異なるっていうふうになるわけです。これが対象不動産の確認です。だからこの場合登記簿と現況が異なってくるということですね。あるいは登記簿とあと実測の図面があるような場合ですね。登記簿には560平米ってなってるけど実測は580平米っていう実測図面があった場合は登記簿と実測の図面が違いますね。だ実測図面もそれは確認資料ですから実測図面と一致している、登記簿とは不一致ですよっていうふうな書き方をしてもいいと思いますが、そこを説明するっていうふうになってくると思います。実測図面なんかは実際の実務について添付されることもあります、依頼者から。
で、実際には登記簿よりも大きいんだけど、全然登記簿は変えていないというケースはもう実際の、不動産のマーケットの中では普通にあり得ることですね。特に、いちいち変える必要はないとは思いますし、変えると何があるかっていうと、560だけど実際は580ありますよっていうふうに変えると、今度580で固定資産税がかかってくるので、もう嫌だから560のまま残したまま取引してるっていうケースはいくらでもありますから、その辺を気をつけながら、実際ね、確認の作業をしていくというふうになります。現地調査、協会の確認、どういうふうにしましたか、外側の方法、ね、道路の幅員、間口、奥行き、どうやって測りましたか、あのコロコロコロ、コロコロって言ったりしてますけど、こう、測るやつがあります、コロコロコロって転がしてね、あれ、デジタルメジャーって言ったりするんですけど、あるいはウォーキングメジャーって言ったりするんですけど、で昔はね、補足してました、補足。僕がこの世界入った時は最初にやっぱり言われたのは、事務所の中で先輩の鑑定士から「お前補足できんのか」言って、端から歩かされて測られて、でちゃんと1メーターずつか80センチでもいいんですけど測れるように補足できるようになれっていうのは一番最初にね、結構昔の鑑定士はみんな言われたりしてますね。ただ今はもうゴロゴロっと当てて正確に測れますんで、逆に補足してると不正確だねっていうふうになりますから、まあ場所によってはね、測れないような場所やったら補足したりすることもありますけど、基本的にはそういうメジャーを当てるというふうにしていきます。その下、登記事項項項をつく書いて、で地図等の入手した資料を書いて、で要因関係ですね、道路、雪道状況、指導負担、さっきの話ですね、指導負担があれば指導負担を書く、地下埋設物、埋蔵文化財、土壌汚染、この辺は全部役所の調査になってくると思いますね、役所で調査した内容を書く。でとにかく鑑定で一番、調査で気を使うのはやっぱり道路です。道路もう5メーター6メーター7メーターあるなっていう場合はそんなに気は使いませんですが、現場行って4メーターないとちょっと嫌ですね。あれどうなってんのかな、ひょっとしたら建築基準法上の道路じゃないのかな、ということは無道路地で評価するのかな、建物建たないのかなとかね、こうなってくるとすごい嫌ですよね。なので、この辺の道路の調査、今一個実務でやっててちょっと厄介やったんが、全面道路が一部は 3.8 メーターですね、一部 3.8 メーターで、その後ずっと全面道路対象の前をたどっていく、 3.8 のところは急にわーっと広がって7メーターあって、ぐーっと端っこの方に行くと5メーターぐらいになってる、3.8 行って7メーター行って5メーターぐらいになってるみたいな、こんな感じですわ。でそれがどうなのか、もちろん、まあ、調査の結果はここの、4メーターないところは2項扱いになるのでセットバックが必要になるのでマイナスが発生すると。でこっちの方は問題ない。ただその状況で何がもう一つ問題になるかっていうと、容積率がどうなるかなんですね。容積率、全面道路の幅員かける法定乗数あるじゃないですか、商業地域です。そこはだから 0.6 をかけるんですけど、このどこをかけるかと思います。セットバックした4メーターでいいのか、セットバック前の幅員でいくのか、それとも一番広い7メーターのとこで行っていいのか、ね、それとずっと端っこの境界のとこやったら5メーターぐらいやから境界のとこで5メーターを取らなきゃいけないのかとかあるんですね。そういうのがある。単純に勉強するときっていうのは全面道路ピュッと、ね、ストレートのところですからかける 0.6 でいいけど、実際にはいろんな形がありますから、そうするとどこで全面道路の幅員を取ってね、法定乗数をかけるのかみたいな、そういう問題が出てくる、まあ、これが実務の世界になってきますん、ね、で、そういうのを役所に行って、実際こうなんですけどどこで取るんですか、そうするとやっぱり役所の方ではいろんな役所ごとにも違ったりするんですけどルールがありますから、それに従って、でそれでそこに建つマンションが全然違ってくるもんで、評価が全然変わってくるっていうことなんですね。実際そこは最有効使用は共同住宅、賃貸マンションの敷地なんですけれども、どれぐらいの容積があるのかどうかで、建ち方が全然変わってくるので、評価にもかなり、ね、影響が出ましたという、そういう内容になります。のですごくね、道路とかはね非常に重要ですから、神経使いながら調査してください。あとは法令制限、これも都市計画法とかの話ですね。あと供給処理施設、電気、浄水、ガス、下水、どうなってるかを確認するということです。まあ、これは土地、はい。建物は、
まあもういいか、24ページ、まあ、同じような感じでいろいろとね調査した結果を書くというふうになります。24ページ同じように東方を見たりとか現地調査の結果を書いていきます。で、要因関係のところで建築年次とかね、東方に書いてたりしますね、建物の、あるいは基礎とか外壁、内壁、屋根、天井、床、あるいは設備がどうなってるか、あと耐震性ね、まあ詳しく調査結果の報告書がないのがほとんどですから、築年数で判断して耐震性について言及すればいいです。旧耐震基準と新耐震基準は勉強したかな、その辺のことを書いていく。あとアスベスト、 PCB 有害物質ですね、で原価要因、維持管理の状況と、まあ、こういうのを調査した結果を書いて、で審査を受けるというふうになっていきます。で物件調査報告書は否認定があり得ると思います。否認定があり得ると思いますけど、まあ今までこれで、否認定で、これ否認定になると13類型もう入れなくなっちゃうんですよ。なのでまあ緩くしてくれている部分は現実的にはあると思いますので、あんまりここでストンと落とすってことは聞いたことはないです。はい、じゃあ物件調査ちょっと脱線しましたけど戻りましょう。7ページ、はい、7ページね、物件調査実地演習はそんな感じで、まず一番最初にして12月中にね、作成して審査を受けるというふうになります。で次です、メインですね、7ページ一般実地演習ですね、見ましょう。一般実地演習は鑑定評価における類型別の実地演習です。まず指導鑑定士が現実に存在する不動産を題材として、基準に定める基本的事項を記載した鑑定評価依頼書を作成し収集生に提示すると、収集生はこの依頼書をもとに指導鑑定士から指導を受けながら、これですね、13件の鑑定評価報告書等を作成します。で1年を3期に分けて、各期末に協会が定める件数の報告書を協会に提出します。報告書パソコンで作成しネット通信により提出すると、提出物は鑑定評価報告書のほか別表、試算表とか、あとは地図とかね、でさっきの物件調査実地演習報告書の土地の2、3、4枚目と建物の2、3、4枚目も提出するというふうになります。1枚目は提出しなくていいです。さあこの実地演習ですけど次ですね、鑑定試験に合格後実務修習においてはこの実地演習と修了考査が最大の難関となります。1年または2年コースの設定はありますが、一般実地演習に関しては13件の類型の鑑定評価を実際に行わなければなりません。これは鑑定評価の経験のない方が多いと思いますが、が行う作業になるので予想以上に結構時間がかかります。年3回3月7月10月に分けて提出して審査を受けますが、提出期限に間に合わなかったり、それから提出しても厳しい審査があるため非認定となって再度提出しなくてはならない方もたくさんいます。1年コースを選択していたけれども期間内提出難しい等の理由で申請によって期間延長、さっきの延長申請ですね、延長申請をするケースもあります。確実にこの難関を突破するためにも収集環境の整った指導鑑定士の下で実地演習を習得することが必要になってきます。さっきの講義とか基本演習はまあまあ落ちた人は痛いですよっていう結構ね、そういうノリで話せるんですが、ガラッと変わります。この実地演習はすごく厳しいです。で例えば誤字脱字も含めて8箇所間違いがあった場合には非認定とかね、あるいは日付が評価書内で矛盾していると非認定とか、あるいは1枚目に書いている鑑定評価額と最終に書いている鑑定評価額の数字が少し一桁違うとか、あるいは間違ってるとか、まあ、片方を書き直すのを忘れてるっていうケースもあったりするんですけど、それも非認定です。
で、あといろんな審査項目がいっぱいあります。いっぱいあります。あるので、例えば、最有効使用の判定で中高層の共同住宅の敷地として使用すること、ね、土地の最有効使用、これアウトです。中層か高層かはっきりしなさいっていうふうになりますね。あるいは需要者が誰か、大手の不動産業者等が想定される、これもアウト、等をつけちゃダメとか、一つにしなさいと、一つにしない中であなた評価できたんですかっていう、こういうロジックなんですね。でいっぱいあるんで、そういう細かいところが、で、あ、ごもっともっていう内容です。ごもっともっていう内容ではありますので、まあ、細かい話もあるんですけれども、非常に厳しいですから、ちゃちゃっとやって通るというものではないですので、しっかりとね、取り組んでいただくのがいいかと思います、うん。次のページ8ページですね、13類型というふうに言ってきましたが、どういうものがあるのか、左の番号を見ていただくと1番から13番ではなくて1番から20番まであります。ちょっとここのところもメモっておいてもらうといいこと言えると思います。20類型あるんですけど、まずですね、住宅地1軒、商業地1軒、これ提出必ずですね。工業地はバーが入って米1がありますね。で、米1ちょっと先に下見ましょう。宅地、見込み地、農地、林地っていうのがありますね。これはどれか一つを選択しなさいってなってます。工業地か宅か農地林地で、うちは全員工業地を選択してます。宅農地、特に東京大阪が収集生うちは多いですけど、あんまり農地林地自体がそもそもないっていうのもあるんだけれども、まあ工業地が一番無難です。無難です。あえて勝負を挑みたいんであれば、匠とかを選んでくださったらいいと思うんですけど、確実に突破したんやったら工業地が無難です。工業地が無難で、まあ匠はやめといた方がいいです。宅地見込み地はやめといた方がいい。だいたい鑑定しても懲戒請求とか出てくる不当鑑定でこの匠が多いです。宅地見込み地が多いです。まあ、これが一つね。で、大規模各地必ず、底地も必ず、でずずっと下行って低層住宅、業務用ビル、居住用賃貸、オフィス用賃貸、これも必ず提出になってきます。それからマンションか事務所、店舗ビル、これ米2がついてますけど、これ区分所有なんですけど、区分のマンションか区分の事務所か店舗、どっちかを選択して題材にしなさいというものです。これはうちはね、マンションしてます。マンション、区分の事務所とか最近ちょっと増えてきましたけど、区分の事務所とか店舗って取引事例がないんですね。取れないんですね。で、マンションは逆にいっぱいあります。いっぱいあります。これ中古マンションですからいっぱいありますよね。その取引事例がいくらでもあるので、マンションを選んでいると。次、借地権付き建物、これも住宅地の借地権付き建物か商業地の借地権付き建物か、うちは住宅地を選択してます。お寺の周りとかのね、住宅地、お寺の周りとかでね、探してきます。神社とかね、多いですから借地が。で、商業地って、借地意見設定されている商業地、例えば東京だったら銀座とかね、大阪だったら新地とかね、ああいうところで実は結構多いんですよ。土地手放さないんですね、地主さんが。で、借地して地代で儲かるみたいなね、そういう世界がありますけれども、で、商業地の借地をすると、一時金の問題とか権利金の問題とか、いろんな問題が絡んできます。論点がすごく多くなるんですね。で、勝負を挑みたい人はぜひ商業地でいいと思います。で、無難に行きたいんだと、確実に行きたいんだっていう場合は住宅地を選んでいただくのが無難かなと。戸建て住宅を選んでます。マンションの借地権付き建物だと厄介です。貸し屋になってきますんで、貸し屋およびその敷地の借地権付き建物だったら、それも論点増えていきますんで、もう戸建て住宅で小さいやつね。で、住宅地が一番無難は無難です。それから地代と家賃なんですが、新規地代、継続地代、新規家賃、継続家賃なんですが、これ
米の4、米の5ってあるんですが、まあ、それぞれどっちかを選ぶんですけど、地代で新規を選んだら家賃は継続、地代で継続を選んだら家賃は新規っていうふうになっています。新規はダメです。継続もダメです。じゃあどういう選び方をするか。うちは、弊社では継続地代と新規家賃をやってます。避けたいのは継続家賃です。やりたくないんですね。すごいボリュームになります。継続家賃になってきたら4手法だけれども、建物およびその敷地の評価が入ってきますので、継続地代やったら4手法だけど土地の評価だけですから、そんなに負担は発生しないんですね。なので、まあ、その方が、まあ、無難にはなると思います。まあ、こういう感じで20あるんですけど、今ので選択していくと13になると思います。まあ、指導鑑定士の先生の方針もありますから、それを無視することはできませんけど、どれするなんて相談言われたら、もう今言ったようなやつを選んでもらう方が無難にはなってくると思います。9ページですね。今20種類あるわけですけれども、案件の要件っていうのが決まっています。例えば 4番目の大規模拡地、これは、開発法を適用させようというものなんですけれども、上から3行目大規模拡地でありますように500平米以上のものを選んでくださいとあります。で、他にも、まあ、高さが何メートルを超えないものとかね、いろいろあったりしますけれども、この要件を満たさないと、そもそも題材として不適切で、もう即決否認定が降りてきますんで、提出してもね。だから490平米で開発法適用して出しても、それはもうアウトです。要件満たしてないですから。で、指導鑑定士の先生がこういうのをきちんと見ながら出してくれてたら、それはもう問題ないんですけど、あまりそういうことも考えても、これやっとけというケースも多いと思いますので、皆さん自分自身がその受け取った時に、この要件満たしてるかっていうのは必ず確認してください。で、満たしてなかったら、こういう要件があるから、ちょっと他のしてもらえませんかっていうふうに言う必要が出てきます。他にもいろいろありますんで、また見といてください。たまに僕もやっちゃうんですね。うっかり、あれって490しかなかったみたいな。ただ当本上げずにさせることもあったりもしますんで、上げたらなかったっていうね、そういうケースもあったりしますんで、皆さん自身がね、意識持ってもらうといいと思います。はい、そしたら11ページ、実地演習についてはこれぐらいですが、いいかな、大丈夫かな。さっき言いましたように、実地演習は非常に細かいところのチェックがありますので、提出する前ね、必ず何度もチェックして、誤字脱字も含めて問題ないようにね、していくようにしてください。はい、じゃあこの実地演習を終えて、で、全てが終了します。で、11ページ、今度は終了考査ですね。はい、どういうことをするのか、これはまだ皆さん合格した後も受験生ですからね、なんかすっかりもう合格して浮かれちゃうっていうのはないようにしてくださいね。受験が続きます。終了考査が、昔は口頭試問だけだったんですけど、実質、今はペーパーもあります。終了考査は、修習生がすべての課程において習得すべき技能、高等の専門的応用能力を習得したことを確認することを目的として、記述の考査と口述の考査により行うこととしています。記述と口述があります。修了考査はすべての課程を習得したものに限り受けることができます。まず記述の考査ですけれども、多指卓一式と論文式の方法によって行います。多指卓一式、論文式、いずれの考査も協会がの指定する同一日程において東京で集合形式により実施します。日程の詳細は30日前までに公示すると。
で、記述の考査は口述の考査の実施日より前に実施します。まずね、東京に集まって、2時間です。2時間、多肢卓一式15問、論文式が2問出ます。マークシートで多肢卓一式は15問出ますね。で、論文式は2問出ます。で、それを2時間で用意どんで、測って記述するというふうになります。昔はね、ホームページに問題が出されて、で、自宅で書いて郵送して終わりだったんですね、記述の考査が。それ考査でも何でもないんですけれども、そんなことを昔してたんだけど、それじゃ全く意味がないだろうって、当たり前だろうって感じなんですけど、それが変わって、今はこういうふうに時間を計ってね、試験をするようになりました。うん、だから、現役で合格して試験に入っていかれる方は、ある意味ここは有利な部分はあると思います。まあ、試験慣れの部分もあるし、今までずっと勉強した流れでいけますんでね。うちに来る人はもう20年前に合格したんだけどっていう人も平気で来ますんで、そういう人はちょっと苦労しますね。思い出さないといけないんで、すっかり忘れてますんで、そういう、僕よりも昔の方は人が来たりもしますんで。で、多肢卓一は15問、それから、論文式は2問です。多肢卓一式ね、さっき言いましたように、e ラーニングのところで出てた問題も出たりもします。ただそれよりも難しくした問題も出てきますが、一応試験の範囲とは同じなんで、最初の講義の内容っていうのはね、これ最後終わる時まで何回でも視聴はできるというふうにはなってるんで、合間合間にね、確認をしながら見に行くというのもありかもしれません。で、口述、ごめんなさい、記述式、論文式の方は2問出ます。2問で、2問出るんですけれども、1問は一般的な話です。一般的な試験範囲とか別にないです。実務の話で、こういう評価の場合どうしますかみたいな話が出てきます。これが1問です。で、もう1問はホームページで事前予告されます。3つの類型をね、ホームページでされます。事前に、試験よりも何日間か前にね。で、この類型の中から1問出しますと。13類型のうちの3つが出されて、ここから出題しますと。で、あなたが行った評価においてどうされましたか、どう考えましたかっていうふうなことを聞かれますので、どれかの類型については事前に準備をして、3つについては事前に準備をして、自分が行ったことについて聞かれますから、しっかりと書けるように準備をしておくという必要性が出てきます。一般的な問題と自分の行った案件から1題というパターンですね。はい、これが記述です。で、口述の考査は次ですね。記述の日とはまた別に日程が設定されます。またこれ東京であります。東京の方はね、東京でいいんですけど、地方の収録を見てくださっている方は、地方の方は東京まで行ってというふうにはなります。口述の考査、これの対策が大変なんですが、口述の考査は3人の修了考査審査委員を前に3対1で個室で行われます。考査の時間は25分から40分です。提出した13類型のうち任意の1類型の鑑定評価報告書が渡されて、机の上に置かれてます。で、自分が行ったやつですよ。評価の詳細について質問されます。現地の状況、評価手法、事例の詳細、各種利回り、市場分析、資産価格の調整の仕方などなどなどです。どんな質問にも動じず答えられるように、評価報告書の作成段階で十分な調査と分析をしておくことが必要です。また、口頭諮問の直前期には提出した報告書を読み返し、想定される質問についての答えを用意するといった事前の準備も必要になってきます。10月に提出を13類型終えて、試験まで3ヶ月弱ぐらいの期間があるんですね。で、その間何も対策しないと、多分もう撃沈してしまいます。もう忘れもしますし、
で、まあ、うちの方の話をすると、その間ね、やっぱ収録交差対策ということで、引き続き指導鑑定士が、まあ、今は Zoom で全部やりますけれども、リモートで質問して答えて、質問して答えてっていうのを時間実際に測ってね、で何度も何度もたくさんの累計ね、練習して繰り返して、で練習していって、で答え方最後終わったらフィードバックしてなんていう練習をしていきます。で、まあ、うちであればそういうやり方をしますけれども、もし修習生同士で仲間がいれば一緒に練習をするとかね、そういうことをしていく必要が絶対的に出てきますね。必ずこれはね、やるようにしてください。でないと突然本番でパッと聞かれてパッと答えるっていうのは、なかなかこれはなかなかできないですよ。で、そういう収録交差の対策っていうのは必ずね、必要にはなってきます。時間がね、25分から40分ってあるじゃないですか。で、早い人はね、ピャッと25分ぐらいで出てきたりするんです。もっと早い場合もあります。20分ちょっとで出る人もあります。で、まあ、こういう言い方するとあれですけど、落っこちる人ってネチネチずっと質問をかぶされるんで、40分とかかかってしまうという人もいる。まあ、あんまり良くない結果になるケースは多いです。だから聞かれて答える、聞かれて答える、聞かれて答える、こうキャッチボールしながらね、で次の質問、次の質問ってこういけるような感じで受け答えする練習をね、していく必要があります。端的に言われたことに対して答える練習をしてください。端的に、普段話長いなって言われる人は注意してください。審査員も一日何人もしていくんで、だら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 違うこととか言われるとイライラしてきて、もう次の質問みたいになってしまいますので、聞かれたことをスッと答えて、こうですこうですこうですと、だこういう点に留意しましたっていうね、練習をね、まあ、ある意味訓練の部分もありますけどしてください。でもう一つ、ここにも書いてますけれども、この期間内にもう一回ね、現地に行くっていうのは必ずしてください。少なくとも対象不動産については、事例も聞かれますよ。どういう事例でしたか、もう忘れたわって思うかもしれないけど、聞かれますんで答えないといけないですね。工事地もそうです。工事地はどういう建物が建ってましたかとか、こういうことも聞かれますね。で、対象不動産はさっきの、ね、大規模各地の例を出しましたけど、電柱が入ってるとかね、そんなんもありますから、見落としがないかどうかとか、ね、例えば賃貸マンションで、ね、現地でこのマンションの郵便受けはどこにありましたかみたいな、これ現地行ってたら簡単に分かるんですよ。でもパッと行って写真撮ってパッと帰ってくるだけだったら、見てなかったりする人もいるんですね、中には。そうすると答えれないわけなんですね。郵便受けの場所分からないの？で固まってると、あなた現地に何しに行ってるの？みたいな感じ で説教されて出てくるっていうケースもあったりします。でそういうことにならないように、しっかりと現地行って、まあ無理に入らなくてもいいですよ。見れるところはね、しっかりと見てね、帰ってきてくる、見てくるようにしてください。これ口述です。で、記述、口述を終えて、合否の判定ですね。で、まあ、両方で最終的に合否の判定がされます。で、合格したらもう OK です。合格したら OK。で、不合格の場合なんですが、ちょっと特殊なんでお話しておきますね。11ページの下のところで、再受験とありますけれども、これ不合格だった場合の話になります。不合格。で再受験で、まず再受験丸の1っていうのが11ページの下、それから12ページの上が再受験2っていうのがあります。で不合格に実は2つのパターンがありまして、再受験1っていうのは、まあ、正確に言うと1号再考査って言います。1号再考査で、再受験2っていうのは2号再考査。こっち先言いましょう。12ページの上の再受験2っていうのは何かっていうと、2号再考査っていうんですけれども、これもう一発アウトです。もうとにかくあなたダメよっていう場合がこっちです。この場合は、口述、論文、ダメですよっていう場合は2行目。再履修7件です。もう一回7件、13類型まではいいけど、7件の再履修をもう一回してくださいと。そしてさらに翌年の修了交差をもう一回受けなさいっていうのが、一発アウトの場合の再受験2っていうパターンです。一番ダメなやつですね。7類型やります。で戻ります。再受験1っていうのが1号再交差、これは
ちょっと敗者復活戦望みをねつなげてくれます。一定の水準に達すると認められたものは不合格なんだけれども、終了考査結果発表後、発表後2ヶ月以内に口述の再考査をしてくれます。これ敗者復活ですね。でこれで口述ちゃんと答えられれば OK ですよっていうふうになるのが、こっちの再受験1の上の方です。ただ矢印してます。これでももう一回チャレンジしたのにダメだっていう場合ですね、これにも不合格の場合はさっきと同じ再履修、もう一回ねやり直してもう一回修了講座を受けなさいっていうパターンに入ります。でこれはね、件数が再受験してる期間が発生しますんで、時間が食われますんで7類型じゃなくて6類型になります。6類型1類型減りますけど、結構タイトな期間でやらないといけないんで大変です。でもう一回翌年受けれるというね、不合格で2パターンありますんで、敗者復活の認められる場合と即アウトの場合がありますんで、このことも知っておいてください。はい、今年のこのいますけどね、再受験1ので6類型3号っていうんですけど、11ページの一番下のパターン で不合格になっちゃってて、でよそから流れてきてうちに来たりする人もいるんですけれども、コロナの関係で試験がずれた時がありましたよね。その時試験ずれた人っていうのはその影響を受けてると思いますけど、実は実務修習もスタートが遅れてて、その影響が実はまだここに残ってて、6類型やり直すんだけど2ヶ月しかないっていうの人が今ちょうどいます。2ヶ月で6類型評価書書かないといけないみたいな、そんな状況になってたりもするんですけれども、まあ皆さんの時はもうそれはないんですが、まあ、そういう状況で、まあ、6類型は出さないといけないというふうになります。はい、で、12ページですね。じゃあ実際の合格リストがどうなっているのか、まあ、この辺が気になるところではありますね。で第1回から第11回と12回以降はちょっと試験制度が変わってますので若干違う表現にはなります。で、12回から15回の下の方の上が旧制度で真ん中が新制度って書いてますけど、11回目までの1年コースとか2年コースの人とか再履修の人がいるんで、12回で新制度に移行した後も旧制度で受験する人っていうのは一定人数いたので、12回目と13回目までは旧制度で昔の、ね、制度で受けてた人がいたということです。で今はもういません。全員合格してますんで14、15と斜線が入ってますね。で、合格率旧制度のところなんかを見ていただくと、上のところの合格率で 81.8% 第1回ですね、ずーっと 80% 台があって、第3回目なんていうのは 93% 受かってますね。ですがまあまあ 80% 台にずっと落ち着いている感じだと思います。で12回以降はどうか、12、13、14、15とあって、この間15回の発表があったわけですけれども、ちょっと皆さんにとっては嫌な情報かもしれませんが、81.6、 一番下見てください。 81.6% で13回は高くて 89.5%で 88.3 になって、実は今回15回目で初めて 80% を切りました。 79.5% です。で5人のうち4人が合格、5人のうち1人は落っこちるという感じなので、まあ受からしてくれる試験という感覚はずっとあったんですけど、ちょっと厳しくなってきたのかなっていう感じにはなってます。でこのね 79.5% は総合の最終の合格者です。127人受けて101人合格です。ちょっとその上見てください。15回の新制度の中の一番上の受験者数って127人って書いてますよね。で合格者数は76人、これは敗者復活で不合格出てますから、単に一番最初に127名中76人が完全に 59.8%、 つまり6割が合格したっていう数字です。
結構厳しいよ。 40% は不合格ですから結構厳しいですね。まあ、2人に1人まではいかないけれども、それに近い率にはなっているということです。で、敗者復活できる人がそのうち、35人ができて25人が合格した。敗者復活で合格したのは 71.4% と。で、結果としては 70% 台にとどまったということです。で、うちの方も、だいぶ人数がね増えてきたというのもあるんですが、まあ、この煽りを受けて、合格率は実はずっと高かったんですけど、今回に関してはあまり良くなかったです。全体が 79.5% ですけれども、実はうちは 78.4% でした。全体よりもまあ、ほぼ同じぐらい、あの1人の差の違いのところなんですけれども、これぐらいの数字になってしまいましたので、再度チャレンジ今しているところです。おそらく来年というか今度の年明けの1月の終了考査はこの積み残しって言うと怒られるけど、不合格になっちゃった人がわっとたくさん今度流れてくるんで、受験者数がわーっと増えると思います。で、その次が皆さんのタイミングには1年コースの場合はなると思いますけれども、ちょっとどれぐらいの合格者を出すか、あんまり絞るとどん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 膨らんでいきますんで、ここで滞留させてどうするのっていうふうに思ったりもするんですけれども、ちょっとどういう方向性かが見えないので、まあ事実としてはこの15回でかなり合格率は下げてきて厳しくなっているので、ますます試験対策は必要になるだろうということが言えると思います。はい、そしたら、最後13ページ14ページあたりで、じゃあこの実地演習ね、どういうふうにして指導鑑定士とかを探すのかっていうところです。13ページ見てください。実地演習実施期間、13類型の、ね、実地演習実施期間、それから指導鑑定士をどう選ぶかなんですが、まず実地演習実施鑑定業者って言いますね。それから実地演習実施大学で、大学でもしてて、それは、明海大学さんで、詳細はホームページの方で確認いただければいいと思います。昔は明海大学と日本大学の2箇所をやってたんですけど、日本大学はもうやらなくなりました。なので今は明海大学さんだけがねやってます。で、大学で受け入れもしてくれるのでは明海大学で、実地演習実施、鑑定業者の方は上ですけど、どうやって探すのかっていうと、これは協会のホームページで公開してます。で、その中からこう選ぶっていう感じですね。直接自分で連絡をして受け入れしてくれますかっていうことで、受け入れ先を探す必要が出てきます。協会が斡旋とかもしてくれませんので、バッとホームページにこの一覧を載せているだけです。こんな感じでちょっと切り取ってきましたけれども、まあ、うちであれば1年コースは20人、まあ、一応2年コース2年と書いてますが、実質2年コースは受け入れはしないとは思います。まあ、こういう感じで出てますので選ぶというふうになります。これもね、鑑定業者側からすると受け入れしますかっていうふうに来るんで、受け入れします、何人できますっていうふうに書いて出したのが全部載ってるだけで、じゃあがすごい数はあるんだけど、じゃあ電話して受け入れしてくれるかっていうと、あ、今はちょっと受け入れしてませんとか、要は就職でないと見ませんと。で、これを業者はしとかないと、もし就職で誰かが来た時に実地演習を指導してあげることができないので、こういう登録を業者はみんなしてるんですね。だからホームページに載ってるんですけど、まあ、一見皆さんからすると、あ、受け入れ結構どこでもしてくれるやんってこう思ったりするかもしれないけど、全然そうじゃないです。全然外部の受け入れはしてませんっていうところがほとんどです。で、ひどいところになると、ひどいって言うと怒られるな、都道府県ごとに並んでるんだけど、そもそも1社しかないとかね。で、電話しても断られるっていうのも普通にあります。だから早めに1回電話してもらうのが、まあ、東京はまだねたくさんあったりしますけど、地方の方とかってなると、
受け入れ先がなくて本当にもうギリギリで困って電話来るっていうこともよくありますので、早め早めにね、一度連絡を取って受け入れができるのかどうかとか、そういうのを聞いてもらうのがいいと思います。で、基本的に外部の受け入れっていうのはしてないです。してないです。うちみたいなところはしてるんですけれども、外部を積極的に受け入れをしてるってところは少ない。はい。で、14ページですね。業者の選択をするんですけれども、一番上、丸の一番ね、一つのパターンは鑑定業者に勤務してその業者で実地演習を受ける場合、これは鑑定業者に勤務するので、そこの鑑定士が指導鑑定士になりますので、職員として行くという場合ですね。で、もうそこで勤めるわけですから、協会への支払いはそこの会社が負担してくれて、指導料はもう全部無料でいいですよとか、協会への支払いは修習生が負担して指導料はいいですよとか、協会への支払いは修習生負担で指導料は半額だけなら払ってあげてもいいですよとか、いろんなパターンがその会社の方針によってあると思いますので、一度確認をね、それは就職をするんだっていう場合はしてもらうのがいいと思います。で、必ず面接なりの段階でしとくことをお勧めします。入ってから揉めるっていうことも結構聞いたことありますんで、ちょっと下の文章を読みますけれども、これから就職活動をする場合、今年から実務修習に入らせてもらえる場合もあれば、1年から2年間実務を積んでから実務修習に入りなさいと、そういうケースもあります。面接の段階でしっかりと確認するなど、希望の業者についての情報収集をするようにしてくださいと。大手さんなんかは結構1年経ってから出ないとうちは実務修習に入れませんとか、1年経ってさらに2年コースですよとか、いろんな方針がありますから、これは必ず確認をしてもらう方がいいと思います。で、また指導料を無料としている場合でもですね、修習を終了して鑑定士になった後、もう数年間の期間を設定して退職できないような約束にしているケースもあります。もう要は指導料をいらないっていうのは、ある意味会社が負担していることは無料で指導してあげるわけですから、鑑定士の後退職で2年間はダメですよとか、そういう制限がかけられる場合もありますので、後々これもトラブルにならないように、必ず就職をするんだっていう場合は確認をしておくのがいいと思います。一番長かったのは、僕が聞いた中では5年間辞めれなかったっていう、もう辞めたくてしょうがなかったんだけど5年間我慢したとか、そういう場合もあったりしますけれども、これはそういうふうにならないように事前に確認してください。それから2番の場合は就職をしない場合です。就職、鑑定業者に勤務しないで実地演習の受け入れをしている業者、大学で実地演習を受ける場合です。で、大学とか、あるいは弊社のような、外部の受け入れをしているところに、申し込みをいただいて指導するというパターンです。例えば異業種で勤務している方とか、主婦の方、学生の方、こういう人が該当する、転職できないと。あるいは鑑定業者に勤務しているけど、指導鑑定士は5年以上の経験がないと無理で、そもそも指導鑑定士の登録をしていない鑑定士も多いですから、そこは受けれませんので、うちみたいなところに来ると。あるいは鑑定業者に勤務しているけど実地演習は外部で受けてくれというところもあります。で、結構うちも、もう必ず採用したら収集は先生とこ任せるんで育ててくれっていうふうに、定型じゃないけれども必ず来るっていうところも何社かあったりします。こういう場合もあります。この場合ね、基本雇用関係がありませんので、実務修習生が料金の負担をすることになりますと。で、その額は、業者大学によって異なります。で、さらっと飛ばしたんですけど、さっきのちょっと戻りましょう。3ページもう一回見てもらいます。3ページの下の表で料金書いてたと思うんですが、実地演習実施期間に対して0円からっていうふうになってますよね。これなんじゃいこれっていうところですけど、0円からこれ勤務した場合は無料でしてくれるところもあるから、別に0円の場合もありますよって、そういう趣旨なんです。これはだから弊社の場合とか大学さんとかっていうのは、この右の金額ですね、2万2000円から70、トータル75万円ってありますけれども、このあたりの金額っていうのは収集の指導料としてはいただくようにはなるということになります。
はい、ちょうどですね、以上で一応一通りのね、説明は終わりになります。で、15ページ以降は、まあ、弊社の実地演習の指導、こういう指導をやっていますよっていう紹介になりますので、これはまたね、見ておいていただければいいと思います。まあ、いろんなフォロー体制とか取って、で終了考査対策も10月で、実務修習の提出物は終わりですけれども、その後11月、12月、1月までずっと修了考査まで一緒に勉強を続けていったりするような体制も取ってますので、見ておいてください。はい、で以上ではありますけれども、実際実務修習に入って、例えば指導鑑定士の先生勤めてるところとかもあると思うんですけれども、例えばね、自分で13類型の案件も自分で探してきなさいっていうふうな事務所ですっていう場合は、ちょっと危険信号ですね、危険信号です。あるいは、13類型あるけど、これこの間評価したからこれでやっとけってポンと渡される、こういう場合もちょっと危険な状態に入っていく可能性があります。だいたい不合格になってうちに連絡が来て何とかしてほしいっていうふうに来る場合、どういう状況だったって聞くと、そういうケースが多いです。あるいは昨年のこれ先輩のやから13類型ポーンと渡されて、これ見てやっとけっていうケースとかっていうのも、もう最悪なパターンの一つですね。あるいは、外部で受け入れをしてお金をいただくんだけど、基本的にはわしは見えへんから自分でやっとけよと、一応指導鑑定士の名前は使わせてやるみたいな、でそういうケースもあります。もう最悪ですよね、そういう場合っていうのはね。でそういう場合もあるんで、そういう場合も危険信号かな。であとは修了考査の対策を何かしらやっぱりできる環境っていうのは作っていった方がいいと思いますので、そういうところも気をつけて修了考査、実務修習ね、臨んでいただければというふうに思います。はい、以上ね、少し駆け足のところもありましたけれども、実務修習の説明は終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。以上で終わります。